はい、皆さんお疲れ様ですってことで、絶対にもう負けないと誓いました。昨日マジで無理だわ。もう負けるのとかマジで無理。絶対に勝つ。もう打てなかった俺が弱い。それ以外何がある？逆に、うん、絶対勝つ。ちょっと反応遅いんだよな。ちょっと、なんかねカーソルが合わないな。気にしちゃってね。しかもそれをちょっと一回2にしてみる。あー、ダメだ、2ダメだ。これ2はダメだ。ってことで4にしてみる。あ、なんかちょっとブレるんだよね。4にする。あ、ちょっとでもちょっといいね。いや、ダメだな、ブレる。一振りでここ。次大丈夫。もう誓ったから負けないって。一度も負けないと誓った夜、昨日が。大丈夫、うん、合わせてこう。振って合わせてこう、うん。相手の方がレート高かったよね。ねえ、勝ちどこやん、勝ちどこやん。まっすぐ行くよ。こんなバイブス全開のしんのすけで、バイブス全開。ダリエー、ダリエー、ダリーぜ。ちょっと狙われたね。大丈夫だよ、しんのすけ。どんだけ打たれても大丈夫だから、ね。OK、ゲッツ、シェー、 OK、 よっしゃー。さあ、ここで対ピンチ。よーし、よーし、オッケー。負けないかも。今日はもうバイブス全開で勝つ。絶対に勝つ。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で引っ張った。取った。大丈夫。今日の俺はもう打っていく。相手にしては楽勝かもしれん。あんな球でも振りそうになる。反応打ちしちゃってんだよね。反応打ちしちゃってんだよね。やば、打てんて。そんなの。やば、強。え、打てる人いるん？打てる人いるん？これ。ちょ、でも加藤、次の回 一気に点取る。マジで。よう打てるね。にしても、にしてもよう打つな。打率2割5分だったよね。え、ヒットでランナーを一塁に置いています。変える。負けない、負けないから。ダメだ、捉えられる。これはいい判断じゃないでしょうか。めっちゃ合っちゃってんな。自分が思い描くじゃん、違う球を投げよう。オッケー、よし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 。ボール球ね。あー、いいボールだった。にしても生まない。まあレート高かったかな。ここで切り札登場ですね。ここで1点がね。で、ここツーシーム投げちゃダメだと思うんですよ。
こボール球よし、そう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 、まだ投げちゃダメだと思うんだ。よし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 、ベストピッチでよかった、入れないで、あぶねーあぶねー、強い福さん、強い福さんが、バッターボックスには代打の坂倉、ツーアウトランナー一塁です。まだまっすぐ入れていい、よしよしよし、絶対今のツーシーム張ってた当たり方、変えてよかった。ここでベイスターズ守備を変えてきました。なんとか勝つよ、マジ気合で勝つ。ドラゴンズの攻撃、立浪が打席に入ります。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。オッケー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 、いいよオッケー、いいよ、いいぜよ、全然いいよ、マジで最高だよ。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール変化球が低めに外れます。ボール先行です。インサイド落ちました。ダルビッシュが掴んでバッターは後方に入っている木下、ツーアウトになっています。枠いっぱいに決めてきました。うーん、ちょっとやばない、大丈夫、絶対勝つから、マジでマジでマジで勝つ。ここね、相手強い方なんですよ、ね、この相手強いんですよ。ここね、やっぱね、ストレートツー、いやこれツーシーム張ってると思うんですよね。ってことでこれさすがに打てない。ちょっと待って、どうでしょう、ちょっと3試合連続サヨナラホームラン負け、ちょどうなってるん、負けすぎ負けすぎ、やばい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 、発作起きてきた、やばい、死ぬ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 、負けすぎて死ぬ、負けすぎて死ぬ、うわぁ、死ぬ、負けすぎて死ぬ、中日ドラゴンズ対やべぇやべぇ、解説は小宮山悟さん、西俊久さんの2人、死ぬ死ぬ、打てなすぎて負けすぎて死ぬ死ぬ、やばい、助けてみんな、負けそうや、もうずっと負けそう、抑えています。ワンアウト、助けて助けて、無理や無理や、もうやばいって、負けすぎやん負けすぎやん、普通に安全に行こう、もうまっすぐとか投げなくていいわ、なんでな、なんで、いや甘い甘いんだ今のは、ボール球振るべ、ボール球じゃない、そしてキャッチャーは木下、このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか、さあこれからホークスが守備につきます。昨日からピッチャーが打てないだけ、そう俺が打てないピッチャーが3人連続できただけ、そうだもう打てる、ダルさんと千賀さんは俺は打てない、それだけ、そうやってやねん、捉えているのに、あれ縦スラだっけ、あの4つ OK でスプリットね、
マジかよ、それは魔球わかんねえって。コントロールいいね。そうでもねえか。 OK、 さあスライダーカット、シンキングとかもシンカーとかもあります。ロジンばっか使ってんじゃねえよ、なんでだよ、出してや。大丈夫、もう打てるよ。おれーよっしゃーよっしゃー、平田平田平田完璧。うーん、でかい、あーでかすぎる。ホームラン打ったのに遊ばれた。え、なんでセーフやろうよそれ。久々ホームラン打ったね。気持ちいい、まっすぐ捉えました。捉えましたよ、まっすぐ。よーし、あとは野口さんが抑える。いいよー、サヨナラホームラン負け、そんなするもんか。普通3試合連続サヨナラホームラン負け、そんなことある。惨めすぎないか、惨めすぎないか。俺がちょ無理、ちょでもやっぱ調子悪くないわ自分の。うん、千賀さんとダルさんが強いだけ。千賀さんもうちょっと打ってもよかったけどね。しくったわマジで、いろいろ考えすぎてんな。もうちょっと打てるはず自分。なんか打てない自分、打てない自分にこうなんていうの、抗うようにこうボール球を振っちゃってる気がするわ。落ち着こう、いつも通り。オッケー、いつも通り。オッケー、いつも通り。打ち急ぐな、楽しく。楽しくない楽しくない、打てなくて、打てない、それも打てない。あれタイミング合わねえな多分。ボールになります。次が4球目。まんまとやられとるやないかい。いや、わかんない、もう変化量が。もう、ちょっと、もういいって。ちょ、みんなごめんだけど、3試合目いっていい？なんかしょうもないよな。強すぎ。あー、ナイス守備、素晴らしい。今宮いいね、センターフライ。あーしゃー、打たれるんかいそこで。マジワンチャンサヨナラホームランあるよこれ。ボール球でいこう、タイピン出てるし、タイピン出てるよ。よし、スライダーとか発展ちゃうんけ。えよー3試合目いきません、3試合目いく。もう1点しか取れないで勝つなら、せめて3試合目も勝つ。
負けすぎな、マジで。わからん相手、わからんピッチャー、球種わからん。もう打てねえから打率もめっちゃ下がってきちゃったしね。勝とうとりあえず。イチローさんがいる。実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、やはりバッテリーとしてはちょっと球種教えて。うん、打てねえよもう。改めてお聞きしますが、スラカット、シュート、シンカー3つね。うん、だからストレートとシンカーぐらいだな、使えたる球は。涌井さんだな、涌井さん。いやー、ぶねー。みんなに打てるって、ちょっとは打てんだろぞってとこ見せないと。よしよしよし、まあ球が遅いからね。皆さん、こんな動画ですまねえ。みんな、4試合目はいけねえよ。こんな動画ですまねえ、みんな。いやー、いやー、すまねえ。ありがとうございます。すみません。明日、いっぱい打ちます。お疲れ様でした。ありがとうございました。